消しの実の収穫、オピエートは、パペイバーソムニフェルム氏の消しの実際に天然に生成される、数種類の麻薬性のオピオイドアルカロイドを指す、医学用語である。オピエートは、ベンジルイソキノリンアルカロイドの大きな生、科学的なグループに属し、消しの実に天然に生じるアルカロイドであるため、このように命名されている。主な構成神経のオピエートは、モルヒネ、コデイン、 手ワインである。ケシには他にもパパベリン、ノスカピンなど、約24種のアルカロイドが存在するが、これらは、人の中枢神経系における作用は、全くないかわずかであるため、オピエートとはみなされない。ヒドルコドン、ヒドロモルヒネ、オキシコドン、オキシモルヒネのような半合成のオピエートは、オピエートから誘導されたもので、それ自体は、オピエートではない。 ナフト機能あるいは他の単純な有機化合物からのオピエートの完全合成が可能だが非常に面倒で経済性に乏しい。そのためオピエート系の鎮痛剤の多くは消しから直接抽出されるか主に手ワインを中心に天然のオピエートから合成されたものである。オピエートという用語は厳密には消しに天然に見出されるアルカロイドだけを指すものであるが アヘン様またモルヒネ様の薬理作用を持つ薬物を説明するためにご用されることが多い。こういった薬物はオピオイドというより広い分類で呼ぶのが適切である。モルヒネの化学構造ヘロイン使用者の間に頻繁にオピオイド誘発性の排水種が生じることが報告されている。珍しいが、モルヒネ誘発性の排水種もないわけではない。これは、 違法薬物であるヘロインは医療の専門知識のない使用者が適切な監督もなく用いるのに対し医療におけるモルヒネ投与はより慎重な監督のもとに行われるという大きな違いによるものである。オピオイドは排水種を誘発するがまた一方でモルヒネを排水種の治療に用いることができる。モルヒネは 医学的に非常に重要なアルカロイドであるが、より穏やかな作用を持ち、そのほとんどが、モルヒネから生成されるコデインの方が大量に、医療現場で使用されている。これは、コデインはモルヒネよりも、蛍光バイオアベイラビリティが予測可能な点で優れていること。作用が穏やかなので、投与量の調整が容易な上乱用の可能性が少ないこと。 そして作用の穏やかさゆえに容量が多いことによる。ヘロインには、薬理活性はなく、最初に、代謝されて、活性代謝3ものであるモルヒネや6、モノアセチルモルヒネ、3モノアセチルモルヒネとなることで採用する。コデインオピエートのモルヒネから誘導された、反合性オピオイドがいくつか存在する。ヘロインは、投与後に、体内で、モルヒネに代謝されるため、 モルヒネのプロドラッグである。ヘロインの主な代謝物の一つである6、モノアセチルモルヒネもモルヒネのプロドラッグである。この他、ニコモルヒネ、ジプロパノイルモルヒネ、テッソモルヒネ、メチルデソルフィンアセチルプロピオニルモルヒネ、ジベンゾイルモルヒネ、ジアセチルジヒドロモルヒネなどが、モルヒネから誘導される。オピエート離脱症候群は、オピエートの長期連用から急に中止したり、 減量したりすることによって生じる。ありがとうございます。